ジュンマさん。はい。元気よく行こうね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。安心なの。ひまさん、ひまさん、はい、最初お願いしますよ。元気よく行こう。ちょっと見せて。施設紹介をお願いね。はい。はい、20秒前。20秒前。はい、10秒前。はい、10、8、7、6、5、4、3、2、1。くくるばなからやってきて、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。くくるばなで選ぶミュージック、略してくくらぶのリカバーしてきました。私は崎浜修馬です。よろしくお願いします。はい、そして、宮地理香です。はい、そして宮地です。はい、上間千恵子です。はい、おまけの辺です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりました。はい、2月21日火曜日のクグラブでございますけれども、はい、はい、しばさん、あ、大丈夫しばさん、はい、元気出していこう。うん、オッケー。さあ、ではまずはたなし君、はい、施設紹介をお願いします。クグバーとは、はい、宜野湾市大山にある就労移行支援事業所、みんな就職目指して頑張ったことなんです。はい、そうです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ちょっと噛んじゃったね。噛んじゃったね。ちょっと噛んじゃったね。まあまあまあ。はい、落ちました。はい、ヘッドホンが落ちました。はい。さあさあ、志麻さん。はい。はい。今日、テーマを教えてください。知らない。あ、え、なんだっけ。あ、なんでした、なんでした、ちいちゃん、なんだっけ。休日の遊び方。あ、はい、休日の遊び方ということでね。うん、はい、まあ、皆さん休日、まあ休んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、はい、まあまあ遊びに行く方もいらっしゃるでしょう。サイエットライカムでよくイベントやってるよね。あ、やってますよね。ライカム毎日だよね。もうほとんど毎日やってるんじゃないかな。まあ、よく見に行きたいっていう人もいるんじゃないかな。ね、あの 3回でしたっけ、なんかね。オープン、なんかオープンスペースの、ね、ステージみたいなのがありますからね。そう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 、うん、ほぼ毎日やってるんじゃないかなと思いますけど、うん、最近ね、はい、ライカも行ってみたら人いなかったなんて話聞いたけど、どういうことか。あ、そうなの。いるよね。いるいる、全然いるよ。全然いるよね。全然いるよ、いっぱいいるよ、ね、多分平日行っても結構いるんじゃない。すげえよね。ね、なんか観光客の皆さんかな、わからないんですけど、ね、まあ、仕事中にね、行く方もいらっしゃるかもしれませんが、この最近見たのは合唱団かな、うん、あ、見たの3階で、うん、3階で。あ、そうなんだ。ピエールの方、ピエールの方もいましたし。あ、ピエールの方、うん、うん、多分ね、吉本さんのね、ブースもあるからね。あ、はい、あ、ございますね。そう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 、吉本興業さんのね、お笑いの方とかもね、はい、たまに MC やったりとか、うん、まあ、漫才やったりとかもしてると思いますけど。漫才やってるのかな。あ、やったの見たことあるよ。俺も一回見たことあるんだけど、誰だったか分かんないからね。ね、分かんない。誰？分かりませんが、まあまあまあ、そんな感じでね、まあ、大体週末がね、休みの方も多いかと思いますが、
まあ平日休みの方もいらっしゃるでしょうと、はい、まあ実際ね、僕らは週末お休みですけど、はい、実際ね平日休みの方は何してるのかなっていうのもね、ツイートしていただけるとね、ライカムは万能だね、万能ですね、万能だね、毎日やってます、そうそう毎日万能向こうね、お笑いやっていたって言ってたね。今年はR1 っていつなのかな、 M1 と R1 の予選の日、参加受付の日。いやでもあれ夏終わりぐらいじゃないの、夏終わり、うん、タイミング的に、あ、分かんない、夏かな、分かんない、夏終わりなのかな、夏かな、夏、うん、夏かもしれないね。へぇー、だいたい、あ、R1? M1 じゃなくて R1 か、 R1 はいつかな、あ、分かんない、 R1 は一人の、あ、ピンの、ピン芸人の、はい、あと吉本に限らずこうお笑いの新人の方の賞って目指す場所って何があるんでしょう、なんでお笑いの、お笑いの賞って何があるんでしょう、登竜門、登竜門、登竜門、大和もありましたよね、沖縄に、あ、沖縄ではね、沖縄ナンバーワングランプリがありますけどね、まあ大体正月2日ぐらいに、はい、ね、生放送で放映されますけれども、うん、はい、うん、ありますね。俺の内輪もあるんじゃないですか。何ですか、何ですか。自分の位置で一番の面白い人を決める。何何？自分家。あ、自分家でね。自分の一家で。自分家で一番面白い人誰だろうみたいなね。大体お父さん突っ込まれるっていう感じなんでしょうかね。はい、まあ本日のテーマは休日の遊び方ということで。うん、はい、はい、いろいろね、みんなで話していこうかなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。最近山行かないよね。うん、そうですね、外出てないんだよね、うん、そうですね、沖縄だから海も山もある、自然が豊かっていうけど、あ、そうですね、うん、ありますね、海って行きます、はい、海行きますはい、休日の遊び方皆さん教えてください。はい、FM 機能では、ホームページやユーストリーム、ツイキャスで映像と音声を配信しております。ツイッターも連動しておりますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。私たちにかっこいいというラブコールを、はい、あ、お願いします。はい、メッセージを募集しております。メールアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、ファックスは098-943-0094-943-0094となっております。はい、どしどし、ツイートの方、メールの方お待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この番組は株式会社ビッグワン、株式会社住太郎ホーム、有限会社パーソナルフードサービス、有限会社サキコーポレーション、ヘア&メイクアップアーティスト秋広元岡、あんなかし専門店リュウカの提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなハッピーかいさあ、いいね、志麻さん、いいテンションだね、うん、はい、さあさあ、曲の方行きましょうかね。曲なんだろう、曲なんだろう。さあ、まあ大体テーマがね、休日の遊び方ですので、この曲ドリカムだろうね、多分ドリカムドリカムありそうだけどね、ドリカム、はい、この曲です。田中誠二でビューティフルサンデーです。どうぞ。あ、知らない。そういうの知ってるでしょ。メッセージ来てますよ。ちょんまいさん、初見ですって来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。聞いてるよ、しもさん。これね、あ、ありがとう。ゆかさん、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 
あの長いことあんまり口ずさまないように気をつけてくださいね、はい、ネットではついておきますので、はい、はい、マイクを片付け大志くん、休日遊びって何しやすい？そうっすね、遊ぶといえば遊びますね。何しやすい？そうね、カード持って行って。カード？うん、何カード、まあ、ゲームのカードを持って行ったりして、いろいろゲーム戦で戦ってきて。あ、ゲーセンも行くんだ。うん、おいろいろ、あっちへどこへも行ってます。あっちはこっちは取っちゃうって。このゲーセンは、あーで、やるカードは何のそうですね、ガンダムとかあるし、あとはデジモンのやつありますし、あとはやっぱ多いのは仮面ライダーですかね。あー、そっか、うん、特撮好きだもんね。いや、今スーパーセンターだから。ウルトラはないの？あ、あります、持ってます。でも今、ハンマーって出てくるの。まだまだ続きますよ、ウルトラマンのカードは。あれ、すごい。どこまで続くのか、多分、絨毯出るかも。最近、なんかウルトラマンのカラータイマーってなんか違うよ。丸いじゃない。丸くないっていうのも丸くないですね。いろいろタイプ違うっていう。なんかバッテンみたいなのがあったよ。バッテンな、あ、X ってよ。うん、そのままだよ。まあ、ね、オーブはちょっと違う。あれは何だろう。俺オーブかな。もうなんでってなるぐらい。ガンダムさあ、なんでちょっと上着抜いてこい。暑い。そうだね、暑いね。暑いでしょ。私も暑いけど。めっちゃ、もうここは寒いみたいに。違う、極寒みたいに。極寒みたいに。なんかすごい、もこもこさんね。もこもこしてるね。もこ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 結構聴いてました？この曲は。はい、私が小学生時代、はい、土曜日も授業が午前中あったんですよね。ありましたね。僕もありましたよ。あ、そうですか。そうそうそう、ありましたよ。で、そしたらもう日曜日だけは本当に休日っていう感じで、はい、小学校の時はね。まあ、土曜日は午前中だけでしたけども、はい、ね、給食はなく、うん、給食なかったけどね、土曜日は午前中やってね。わかる、千恵子さん、土曜日授業あったのわかる？学校昔はありましたよ。あった？あったの？あったんだ。土曜日は普通に授業やってた？うん、午前だけ。午前だけ？午前だけやってた。あ、うん、一応やってるとこもあるんですね。あ、そうなんだ。やってるかあります。あ、千恵子さんやってた？何が？土曜日学校。休みたいなと思ってて、ずっと。千葉さん、マイクから遠いから、聞いてる人に今声が届いてないよ。土曜日って、いつ？高校の時。まあ、高校の時でも。ああ、そうだね、ちょこちょこ関わったね。全部出る日だったり、全部休みだったり。あ、そうなん、なんか調整、うん、みたいな感じなのかな。月2回だけ出る日だったり。ああ、ね、でも土曜日って言ったらね、はい、やっぱりね、はい、9時の、ん？ 9 時、7時か7時の仮面ライダー見る派と見ない派に分かりましたね。お、見ない派眠る派と見る派。これ土曜日じゃない、日曜日じゃないの？日曜日？仮面ライダー日曜日じゃない？土曜日だった？最初土曜日は何かやってたかな。
わかんない。今ね、仮面ライダーは日曜日の8時からやってますけどね。あ、朝8時から。そうそう、朝8時から、ね。最近気づいたことなんだけど、もう夜の3時からには公園ではもう走ってる人、マラソンの練習してる人もいて。木曜日？土曜日、土曜日。あ、土曜日の？うん、3時ぐらい？うん、おじいちゃん、おばあちゃん、おじいおばあちゃんマラソンの練習してるから。どこで？公園、公園。でね、どこの公園、うん、まあ若い人より出かけてるんじゃないかな。じいちゃん出かけたことある？どこの公園、どこの公園、どこでもやってんじゃない。あ、そう、しゅうま、ん、さんが見たのはどこの公園、うん、あれ新都心だけど、ちっちゃい。あ、新都心のね、外。あ、あんまり、あんまり今質問を聞いてなかったな出かけることある？出かけることある。あるね、ちゅうこさんね、休日いろいろ出かけてるんでしょ。どこ出かけてますか？近くにパチンコ屋があったっ。パチンコじゃない。パチンコ屋。パチンコじゃない。パチンコじゃないって。まあ、パチンコではないでしょうね。パチンコじゃございません。どこですか？どこ行ってます？行くって決まってるとはない。ああ、そうなんだ。最近行ったとこどこね？チュラ海水族館とか、喧騒運動館とか。チュラ海行ったわけ？うん、へえ。そうなんだ。チュラ海水族館。あっちね。何が面白かったですか？チュラ海水族館はゴルフとか。うん、ゴルフ。チュラ海水族館でゴルフ、あ、やれるとこあるの？あるよ。へえ。パターゴルフ。パターゴルフ。パターゴルフね、びっくりしたわ。びっくりした。普通にあのドライバーとかスイングしてんのかなと思った。あ、そうなんだ。他に何してるの？意外、知りたいで、ケンソーとか行ったら若いろいろなのよ。バスケやってたりね、いろいろなのあると思いますけど、主に何やります？喧騒では。チャンコパリって何もありました。ジェイコさん、プールとか。うん、プールあれ。あ、プール、ボールで投げたり遊んだりして。あ、喧騒、そういうのもあるわけ。運動公園。へえ、プールあった。プールはね、あるんだね。ねえ、シマくんね、違うところ。プールは違うところ。喧騒でしょ。喧騒もあるし、うん、運動するんだ。運動する、ね、動いたりしてね。体小さいよ、スポーツとか、はい、さあ、 ありがとうございます。今日のテーマは休日の遊び方ということで、リカさんは近くのデイゴホテルで、はいはい、お風呂入りに行きますね。あ、休日に。はい、あ、なるほど。以前はですね、はい、朝ごはんとセットの朝食セットっていうのがあったんですけど、はい、あの食費の高騰で、はい、朝ごはんのセットがなくなっちゃって、あら、そうなんだ。朝ごはんは朝ごはん、お風呂はお風呂って別個にされちゃったんですよ。あ、そっかそっか。だからお風呂だけ入りに行ったりとか、うん、まあ、たまには朝ごはんも食べてっていう風にやってます。あ、なるほど。もう交代交代みたいな。はい、あ、なるほどね。で、あと、うん、まあ、今ちょっと寒くなっちゃったんですけど、はいはい、茶壇町の目浜のチュラー湯でね、はいはい、プールと温泉で午前中楽しんだりとか、お、まあ、そういうこともしますね。チュラー湯ってどこにあるんですか？チュラー湯、あの目浜です。茶壇町目浜の、はい、あのイオン茶壇店の、はい、裏側にあるんですよ、はい、うん。沖縄に温泉ってイメージはないけど、沖縄に温泉、あの、結構ありますよね。ございますよ、ね、あの瀬長島ですか。沖縄に温泉、そう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 ね、うん、瀬長島にありますとか、まあ、ありますしね、まあ、いつかは行ってみたいなとは思うんですけど、うん、こう一人だけの温泉ってあるかな。一人だけの温泉、そういうのはちょっと探すの大変でしょう。あ、そう、やっぱりみんなであの浴場なんだね。うん、なるほど。ああ、もうそうですね。温泉好きな人だったらそこに一日入り浸ってるってやるかな、温泉ずっと。まあそうだね。あの、なるべくね、長くゆったりしたいときにね、はい、休みたいときに行ったりね、しますからね。温泉、そっち。はい。効能は？ん？温泉の効能。どこのですか？あ、今チュラー湯。あ、チュラー湯の？チュラー湯？ちょっと宣伝みたいになっちゃうけど。うん、まあ、分かります。効果は癒しとか、うん、やっぱり癒されるよね、うん、気持ちいいよね、うん、なるほど。あったかいよね。はい、まあ、まあ、いろいろね、あのリカさんは、まあ、ゆったりした感じのところでね、はい、休日は過ごしてるみたいな感じですけども、はい、さあ、もう一曲いってみましょうかね。はい、もう一曲、この曲です。五代五でガンダーラです。どうぞ。ガンダーラだった。
うん、なんか爽やかなガンダムが。喋ってる人のところを見ようね。はい。行きましょうね。ねえ、ちょっと怒ってんの？怒ってないよ。怒ってんの？ん？怒ってるように見えるよ。そう？うん。うん。今は置いときましょうか。すいません。はい。うん、うわ懐かしいな、うん、あの孫悟空の最優最優機の酒井さん、うん、ました。見た見た内地で、あ再放送で、再放送で、うん、見たわ、めっちゃかっこよかった。柴田さん見たことあるね、え昭和の方、あ、そうそうです、あ、坂井正人から坂井正人坂井正人坂井正人坂井さん、坂井くんのやつと違う、半沢直樹でしょ、ユージすごい、あ、かというか違うドラマだったね、松田正人、松田正人ね、うん、見たことあるよ、柴田さん、うん、ん？見たことある？ない。あ、ないか。ないな、YouTube だろ。カードゲームか、いいな。全部これ演技曲だけどね。最優秀。は
はい、2月21日火曜日のククラブでございますけれども、さあ今日はですね、休日の遊び方ということで、皆さんとお話ししておりますけれども、はい、シューマさん、はい、はい、休日シューマさんの過ごし方、いや休日といえばね、はい、遊び方何して遊んでます？国際、あれ沖縄ね、あの国際通りで路上ライブがやってますよ。路上ライブ、路上ライブ、シューマさんが、いや違う、見てるんだけど、ね、見てる、どこで？まあやっぱりね、あの誰かがいたら面白いっていうのが常にですね。那覇市ね、路上ライブやライブ、うん、国際通りのどこでやってるんですか？どこでっていうのはないね、国際通りのどっかで、広さがあるところでやってね。うん、何シウマさんが見たのはどこですか？どこで見ました？どこかな、路上だからね、特に、まあ、100メートルくらい行ったところかな。どっから100メートル行ったところ？そんなのはいいんだよ。であのいつもあのパフォーマンスやってるわけさ。何フラフープ3枚同時に腰で回す。あのちょっとマイクが遠いからちょっと聞こえづらいんだけど、ジャグリングやったり。あ、ジャグリングね。うん、はいはいはい、それ見てて思ったの、ほうほう、あれ意外とこっちやった方が簡単に楽しい、こっちの方が意外と楽しく過ごせるかもしれないって、大道芸の方。ああ、なるほどね。あ、まあね、お店も簡単に出せ、お店もね、あなたの顔を見て、あの、はい、ひらめいた漢字を書きますっていうのも、ひらめいた漢字を書く、うん、漢字、思いついた漢字を、字を書きますと。あ、字を書くんだ。へえ、字を書いてくれるな。そういったもの、そういうのもあるんだ。あるんですよ。へえ、これどこでやってたんですか？どこでやってたんですか？その場所はあんまり聞いてもあんまり面白くないし。でね、聞きたい、場所どこでやってるか聞きたいさ。もうずっとそれで、それで全部終わりよ。で聞きたいさ、なんで、その話されたら、もう3割くらい100メートル、20メートル、200メートルって話すの面白くないよ、そんな。はい、あ、コメント来てますよ、はい、あやこじゃんけんさん、ありがとうございます、はい、こんにちはということで、はい、いい、私の知ってるちゃんまいさんですが、もうこのチャット上でなんか話し始めてますね。はい、ありがとうございます、知り合い、はい、ここで仲良くなる人もいるんだ、すごいな、ね、そうね、うん、面白いですね、いろいろつながりますからね、はい、今は、はい、ありがとうございます。さあ今日はですね、休日の遊び方ということなんですけども、時間になってまいりました。本日のお相手は、宮地理香と、はい、崎浜修馬と、そして宮北ですと、ゆうまちえ子です。はい、また来週、はい、よろしくお願いします。ちっちゃい、はい、ございます。しったけ、しったけって言ってますよ。しったけってどういうこと？ありがとうございました。どうなんか、すみません、コメント来てるよ。そう、しったけの、ありがとうございました。しったけか、しったけ、これ、うん、今日のツイッターを漢字一文字で書くと円だな。最初から最後までつながってるから。ああ、笑うお姉さん。笑うお姉さん。笑うセールスマンは分かる。笑うセールスマン。あ、ちいちゃんのことか。あ、ね、見てて幸せな気持ちになるね。はい、まあ、熱心なラブコールありがとう。なほんの。ありがとう。まあ、昼間からこんな曲、この曲を流れて大丈夫ですかね。